こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ラビニア・フォンタナ、これはいいスタートを切りました。ロックソング、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくラビニア・フォンタナ行きました。続いて前へ行くのはロックソング、さらにはミコーペガサス、11番桜爆心王、その後ろ前に戻りましょう。ロックソング、先手を取りました。少し開いてラビニア・フォンタナ、これに続くのがビコーペガサス、ヒーバーゴルフローズ、それに続いています。すぐ後ろにリッチバレー、これに続いてホライトウェル、その外にミッドナイトエクセル、大きく離れました。ファントムダンサー、緑の帽子ビショップミニスター、その後ろ、ここで先頭に立った桜爆心王、桜爆心王先頭、引き離しにかかる、あと 200m、 桜爆心王先頭だ。後続は大きく離れました。2番手はビコーペガサス、完璧です。圧倒的な強さを見せました桜爆心王。1着、2着はビコーペガサス、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました桜爆心王。まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ花を切るのはどの馬か。シェルポート、前に行きそうです。グリーンキルデア、それに続いています。さらにはダブルトリガー、12番チェリーパーティー、その後ろウィンドアップル、後方から。もう一度先頭から見ていきましょう。ダブルトリガー、先手を取りました。その外にチェリーパーティー、並んで10番ラケットエクスプレス、その外にファントムチケット、シェルポート、そのうちに続いています。内からはグリーンキルデア、ピンクの帽子サンライズプリマドンナ、その後ろすぐ隣にウィナーズジュノー、サクラローレル、この位置です。オレンジの帽子オールテキサス、その後ろすぐ隣にメイプルアーチ、すぐ後ろにキングスグローブ、この辺りで各馬第一コーナーにかかります。もう一度先頭からサンライトハード、先手を取りました。少し間が空いてラケットエクスプレス、並んで8番ダブルトリガー、すぐ後ろにザクリスタル、その隣にシェルポート、その外にキャピタルスペシャル、その外からチェリーパーティー、その外にファントムチケット、その外からウィナーズジュノー、サクラローレル、後ろからその隣にグリーンキルデア、その外にオールテキサス、黒の帽子キングスグローブ、その後ろすぐ隣にウィンドアップル、しんがりからメイプルアーチ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から12番チェリーパーティー、レースを引っ張ります。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から、先手を取ったのはチェリーパーティー、すぐ隣にファントムチケット、少し間が空いてダブルトリガー、サンライズプリマドンナ、すぐ後ろその隣にウィナーズジュノー、サンライトハード、すぐ後ろこれに続いてラケットエクスプレス、ザクリスタル、すぐ後ろその後ろにキングスグローブ、サクラローレル、後ろからすぐ後ろにシェルポート、並んで1番ウィンドアップル、すぐ後ろにメイプルアーチ、先頭は依然としてチェリーパーティー、ダブルトリガー、ほとんど差がありません。ウィナーズジュノー3番手、サクラローレル、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。チェリーパーティー先頭、差はほとんどありません。2番手はダブルトリガー、追いすがります。サクラローレルまだ後ろ、この足色では厳しいか。あと 200m、 チェリーパーティー先頭だ。ウィンドアップル先頭、シェルポート抜けた、ウィンドアップル追いすがります。シェルポートわずかに、シェルポート体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。
第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭はスイートリーズン、残り 200m、 先頭はスイートリーズン、一気に捉えるか。河内シュール、河内シュール、抜けた。ワイルドブラスター追いすがります。河内シュール、河内シュール、1着、2着にはどうやらワイルドブラスター。河内シュール、見事一番人気に応えました。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭に立った。ブラウドエトワール、あと 200m、 織姫カット、余力は十分。さらに引き離していく。2番手はマチカネフローラ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。織姫カット、1着、2着はマチカネフローラ、これは桁外れの強さだ。織姫カット。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はレイズボックス、レイズボックス、先頭。2番手は東海ムーン、あと 200m、 レイズボックス先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はカフェシャープ、先頭はレイズボックス、1着でゴール。レイズボックス、1着、2着にはどうやらカフェシャープ、レイズボックス、見事一番人気に応えました。さあ直線に入りました。これからの勝負。先頭はエーシンバーリン、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。残り 200m、 エーシンバーリン先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。一気にヤマニンパラダイス、ヤマニンパラダイス、ヤマニンパラダイス、1着、2着にはどうやらエーシンバーリン、一番人気に応えました。ヤマニンパラダイス、見事です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わって川内舘男、川内舘男先頭、2番手はアクティブヒーロー、懸命に追いすがります。残り 200m、 川内舘男先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。ラストアラン、川内舘男追いすがります。ラストアラン、ラストアラン1着、2着にはどうやら川内舘男、見事に勝ちました。ラストアラン、川内舘男2着止まり。しかし何とか面目を保ちました。